入場曲ザ・ライジングサンに迎えられて、東京競馬場は第4レース出走メンバーの入場です。牝馬限定のメイクデビュー東京2歳新馬芝 1400m では、デビューを迎えるメンバーご紹介してまいりましょう。1番スペロは後ほど入場です。父が新志望はインカンテーション460キロです。松山光平54キロ。2番のピリカノンのラブリーデイサンク432キロ、柴田大地54キロ。3番ときめき千姫アドバイアムーンサンク432キロ、丸田恭介54キロ。4番アイリッシュパール、父はサクソンウォリアーです。464キロ、川田優雅54キロ。5番のサバイバルシュシュレッドファルクスサンクです。396キロ、佐々木大輔51キロ。6番のハイネスワールドエースサンクです。416キロ。鞍上は今週から短期免許で騎乗します、イギリスのホリー・ロイル54キロ。7番ローマコンクリートアドワイヤムーンサンク476キロ、柴田淳二54キロ。8番シーサイドヒロインスクリーンヒーローサンク376キロ、長野武蔵53キロ。9番レースラベンダー、父が新種ボバサトノクラウン422キロ、横山武史54キロ。10番ルミノメテオールエピファレイヤサンク440キロ、ミルコレムーロ54キロ。11番マテンローアネモス、父が新種ボバサトノダイヤモンド454キロ、田辺博信54キロ。12番アースジェール、父がハーツクライ462キロ、内田博之54キロ。13番パルティクラール、父はビクトワールピサ504キロ、酒井隆生54キロ。14番ポッピングシャワー、父が新種ボバ上海ボビー418キロです。西塚浩二51キロ。15番青い桃、新種ボバビーチパトロールの産駒456キロ、石橋周54キロです。そして1番のスペロ、こちらも新種ボバインカンテーション産駒460キロ、松山光平54キロです。15頭のデビュー戦です。東京4レースは新馬戦、芝の 1400m、 発走までお待ちください。東京競馬場第4レースメイクデビュー東京、牝馬限定の2歳新馬、芝の 1400m、 このレースで15頭がデビューを迎えます。なお6番のハイネスに騎乗しますのはイギリスのホリードイル騎手、今週から短期免許で騎乗、これが JRA での初騎乗となります。明るい日差しを受けての各馬、芝の向こう正面ゲートインスムーズに引かれてきました。あと1頭、15番青い桃、ビーチパトロール産駒収まりました。全馬ゲートの中スタートしました。まず好ダッシュ、2番のピリカノンのそのまま出ていこうとします。6番のハイネス、これを制して7番ローマコンクリート、まずは先頭追って6番のハイネス前2頭です。12番アースジェールが3番手、4番手集団外目13番パルティクラール、そして10番ルミノメテオール、内に4番アイリッシュパール、先団のインを進んでいます。3コーナーに向かっていきます。その後ろからは9番レースラベンダー、8番のシーサイドクイーン、かわして15番の青い桃、中段外目押し上げようとしています。この後に11番のマテンローアレモスが行って 3,4 コーナー中間に向かいます。 2,3 馬身がいて後方より14番ポッピングシャワー、5番のサバイバルシュシュの追走、4コーナーへと向かっていきます。その後ろ外目に1番のスペロが後方から、これから4コーナー、あと後ろ2頭が3番ときめき千姫、2番ピリカノンノとなっています。
ほぼ一段で4コーナーカーブ、7番ローマコンクリート先頭、外から12番アースジェール接近2頭、4コーナーをカーブして直線に向かいます。この間からは6番のハイネスが前を狙って残り400、外に持ち出した13番パルティクラールも徐々に差を詰めてきました。外からは10番のルミノメテオール、馬群の中の4番アイリッシュパールは伸び足どうか。この間に外から一気に伸びてくる10番ルミノメテオールに11番マテンロアレモス、外に持ち出した200を切って1番スペロも追い上げてきている。先頭わずか抜け出して10番ルミノメテオール、1馬身2馬身のリード、2番手争い接戦、11番マテンロアレモス2番手上がれるか、10番ルミノメテオールゴールイン、2番手は最後まで接戦、11番マテンローアレモス、内に13番パルティクラール食い下がって、この2頭2着争いは接戦となっています。先段追走中盤ルミノメテオール直線抜けました。最後外目からは11番マテンローアレモス、これに釣れるように内から13番パルティクラールも伸びてきて、2着争いは結局接戦のままのゴールとなりました。4番手争いの一戦最後、4番のアイリッシュパール伸びを見せて、わずかに最後4番手に上がっています。勝ちタイム1分25秒0、上がりタイムゴールまでの 800m が47秒1、 600m が34秒0です。11番マテンローアネモスと13番パルティクラールの争い、この2着争いは際どくなっています。4着争い3頭広がった中の真ん中に4番アイリッシュパール、馬群の中最後伸びてきて、3頭一戦になっていた4番手争いを制していました。5着まですんなり上がったところ、東京4レースの新馬戦、1着は10番ルミノメテオールでした。エピファレンヤ3区ミルコデムーロ騎手鞍上。ここもデムーロ騎手ルミノメテオールでした。最終オーツ10番13番11番です。2番人気3番人気6番人気の順です。単勝10番 6.8倍、枠連67 13.8倍、馬連10番13番 25.2倍、馬単10番13番 49.7倍、三連複10番11番13番 62.8倍、三連単10番13番11番 301.1倍です。ハイネスホリードイル騎手も5着5番手入選でしたね。東京4レースでした。確定までお待ちください。